一部週刊誌から性加害について報じられたダウンタウンの松本人志60。報道後、初めて更新した公式 X の投稿にはファンなどから多くの声が寄せられ、注目を集めたいいねは29万兆となっている。28日午後10時頃、いつ辞めても良いと思ってたんやけど。やる気が出てきたなぁ、と投稿。報道を受けて、一部ファンから引退か、と心配する声も上がっていたが、それを暗に否定した形だ。投稿にはファンから、絶対に頑張って、負けるなまっちゃん、週刊文春返り討ちにして、またお茶の間に笑いを届けてよ、やめずにずっと笑わせて、などのエールが寄せられた。一方で、引用投稿には、デリケートで深刻な問題なのに、被害を訴えてる方がいるのにこのコメントは怖すぎる、ことの重大さを全く理解してない、などの全く逆の否定的な声が目立った。松本人志をめぐっては文春オンラインが26日、松本人志が数年前に複数の女性に性行為を強制したなどと報じ、同様の内容の記事を27日発売の週刊文春も掲載。報道を受け、松本人志が所属する吉本興業は同日、記事を否定した上で厳重に抗議し、今後、法的措置を検討していく予定、と発表。一方、週刊文春側は27日、本紙の取材に、記事は複数の詳細な証言に基づき、さらに裏付け取材も尽くしたもので、十分に自信を持っています、とコメントし反論した。松本人志、性加害疑惑、を所属事務所は全否定も。語っていた、文春への対処法。12月が終わろうとする年の瀬に、まさかのスキャンダルが飛び出たダウンタウン松本人志。26日に公開された文春オンライン及び27日発売の週刊文春で性加害疑惑が報じられ波紋が広がっている。記事によれば時期は8年前の2015年。お笑いコンビスピードワゴンの小沢和孝に女性を集めさせ、東京六本木の超高級ホテルで飲み会を開催。松本人志らはゲームと称してキスなどの性的な行為を参加女性に迫ったという。松本人志が所属する吉本興業は27日、公式サイトに声明を発表、当該事実は一切なく、本件記事は本件タレントの社会的評価を著しく低下させ、その名誉を毀損するもの、と、報道を全面的に否定。続けて新幹線内で執拗に質問、撮影を継続するといった取材対応を含め厳重に抗議し、今後、法的措置を検討していく予定、と、松本人志の性加害疑惑を報じた週刊文春と争う意向を示した。松本人志といえば9年5月に元タレント女性と結婚し、10年10月に第一子の長女が誕生。トーク番組などでは子煩悩な一面を見せることもあり、良きパパのイメージが持たれていた。既婚者らしからぬ衝撃的なスキャンダルに見舞われてしまったが、松本人志は以前から文春への対処法をシミュレーションしていたようだ。20年8月に放送された、人志松本人志の酒のつまみになる話、フジテレビ系で、ゲストの小池栄子が、松本人志さんは不倫報道が出たらどうするんですか、と質問する一幕が。すると松本人志は、俺は考えてるよ、本当に常に。いつ文春がバンって突撃してきても、と即答し、腕を組みながらこう語ったのだった。全部その通りです、と答える。ゲスト陣からは、おお、と感嘆の声が上がり、小池も、かっこいい、とリアクション。さらに松本人志は記者とのやり取りをシミュレーションしつつ、再び、全くその通りです、と自信たっぷりの表情を見せていた。小池から、たとえ、事実と、違っても、と投げかけられると、うんうん、とうなずいた松本人志。さらにお笑いコンビ、千鳥の大悟、43が、松本人志さんを陥れようとして、ちょっとオーバーに言ってたとしても、と畳みかけても、全くその通りです、と考えを貫いていた。だが今回のスキャンダルをめぐっては吉本興業が争う姿勢を見せていることから、一部 X では、真逆じゃん、との声も上がっている。酒のつまみ、でオープンな姿勢を見せていた松本人志は、不祥事が報じられた芸人をいじることも少なくない。最近では、当て逃げ事故で謹慎中の藤本敏史、53の名前を出演番組で出すこともしばしば。今年2月に、パパ活不倫疑惑が報じられた相方の浜田雅俊、60をいじって注目を集めたことも。密会した女性からフレンチクルーラーを差し入れられ、泣いてしまったと報じられていた浜田。松本人志はそのことを蒸し返すかのように、3月放送のダウンタウンのガキの使いやあらへんで日本テレビ系でフレンチクルーラー持ってこいと笑いを誘っていた。騒動の行方に注目が集まる中、松本人志は28日深夜に X へいつ辞めても良いと思ってたんやけど。やる気が出てきたなぁと意味深なつぶやきを投稿。
シミュレーションでは、すべて認める、と豪語していたが、吉本興業は法的措置をもって徹底抗戦の構えを見せている。この、全面戦争、の行き着く先は、